スポーティーでシックな雰囲気の上級グレード、エスプリアルピーヌを新たに設定。3つのトリムと豊富なテクノロジーでワンランク上の上質感を演出。2020年10月に欧州仕様で発表されたルノー・アルカナは、グループルノーの新戦略計画。ルノー・リューション、ルノー・リューションの成功の輝かしい例である。 ルノーはこの際だった外観のクーペ SUV を、これまでに16万3000台、ルノー韓国自動車の、XM3 を含む全販売台数は24万台、販売しており、e、EV のメガーヌイ、e ・テクや、2022年10月に発表となった SUV ・オーストラルと並んで、 ルノーブランドが C セグメントを再生派する計画において、極めて重要な役割を果たしている。アルカナは、そのクーペ SUV スタイルで、ジップ感と広々とした空間を両立させ、オーストラリア、ニュージーランド、日本からイスラエル、チリに至るまで、複数の大陸の市場で販売されている。RS ライン。 や、E、テクエンジニアード。エンジニアードといった高級バージョンは、さらなる個性と活力を提供し、その成功に大きく貢献している。2023年の欧州での構成費は53%。最も売れているパワートレインは、E、テクフルハイブリッド 145PS である。 2023年上半期の欧州販売台数の63%。このエンジンは市場で比類のないものであり。それが提供するドライビングプレジャーは前例がなく、そのエネルギー効率は傑出している。購入者が車を選ぶ際、デザインに次いで2番目に重視する基準となっている。新しい外観。 2023年7月12日にルノーが発表した新型アルカナは、ヌーベルバーグをさらに高みへと昇華させるべく、独自の流麗なフィーリング、堂々とした風格、重厚なボディをルノーの新たなアイデンティティと融合させている。ヌーベル R のロゴはヘッドライトをつなぐ。 ディープグロッシーブラックのバンドの中央にあるグリルに組み込まれている。この表面は完全に平らで滑らかなため、よりエレガントなものとなった。ヌーベル R ロゴのデザインは、グリルの新パターンのベースとなっている。中央のダイヤモンドを囲むように、意図的に構造化されていないダイヤモンドが配置された。ダイヤモンドのエッジに施された 3D 効果は、 ダイヤモンドを削り出し、奥行きを与えているよう、トリム、エボリューション、テクノ、エスプリアルパインにより、ブラック、サテンクローム、ダーククロームの3色が用意され、高級感を強調している。アッパーグリルの縦型パターンは、バンパー基部のグリルの縦型パターンとの統一感を高めた。R S, S ラインおよび E、テクエンジニアードバージョンの特徴である。エアロダイナミックブレードがラインアップのテクノおよび、エスプリアルパインのバンパーに採用された。テクノではボディと同色、エスプリアルピーヌではサテングレーとなる。テールゲート中央のロゴは、ダーククロームでフロントのロゴ、レタリング、テールパイプと同じ。 ライトにはクリスタル風のスモークカバーが施され、モダンなタッチを加えている。グリル、ウィンドウリムなどの装飾部分のクロームはバージョンによって、ブラック、サテンブラック、ディープグロッシーブラックに変更されている。新しいエスプリアルパイントリム。ルノーの他の最新モデルと同様、新型アルカナにも、スポーティーでシックな、 エスプリアルピーヌがラインナップの最上位に加わった。エクステリアの特徴の一つは、フロントバンパーのサテングレーブレード。もう一つは、ウィングトリムのディープグロッシーブラックに映えるシェールグレーのバッジだ。また、19インチの新型オープンワークホイールを装着し、スポーティーさとともに風格を高めている。 ルーフに合わせた新しいエルロンカットが、テールゲートのエアロダイナミクスを向上させている。インテリアでは、エコテップ10%のバイオ由来素材とイミテーションスエード、QRS ラインや E テクエンジニアードの上級モデルより多いを、ミックスしたシートを採用。 シート背面にはブルーのオーバーステッチとアルピーヌのロゴが入り、セーフティベルトにはブルーのストライプが2本入る。ドアの内側とステアリングホイールには赤、白、青のステッチが施され、助手席に面したダッシュボード部分のクラッティングは、スレート調でエレガントで控えめな効果をもたらしている。 どのパワートレインを選んでも、ニューアルカナエスプリアルピーヌのコックピットには、機械的な配線のない、e、シフターギアスティックが装備されている。よりシンプルに、より快適に。新型アルカナのラインアップは、エボリューション、テクノ、エスプリアルパインの3つのトリムにスリム化された。エボリューションでは、 ルノーイージーリンクインフォテイメントシステムにナビゲーションが標準装備され、Android Auto や Apple CarPlay ともワイヤレスで接続できるようになった。ダッシュボードのデジタルスクリーンは体格7インチのままだが、より広い範囲に情報を表示するようになった。エアロダイナミックブレードがボディにマッチしているほか、テクノは R、S ラインおよび、 E. テクエンジニアードバージョンと同じホイールを維持している。リアのロゴとレタリングはサテンクローム。今回のラインナップでは新色のミッドナイトブルーを導入し、パワートレイン E. テクフルハイブリッド 145PS。ガソリンマイルドハイブリッド 140PS と 160PS と同じものを選択できる。E. テックフルハイブリッド 145PS パワートレインと E、セーブモード E、テックフルハイブリッド 145PS パワートレインがもたらすドライビングプレジャーは他では味わえないものです2つの電気モーター3 6ットのメインモーターと1 8ットの高電圧スタータージェネレーター 4気筒1 6リッター6 9 k w 94HP のガソリンエンジンスマートなマルチモードクラッチレスドックボックス1 2 k w ーのバッテリーを連動させているギアボックスはガソリンエンジンの4つのレシオとメイン電気モーターの2つのレシオを管理するつまり E テクフルハイブリッドパワートレインではエネルギー効率を最適化するためにエンジンとモーターの間で最大14通りの組み合わせが可能なのだ車は常に電気モードでスタートし市街地では最大80%の時間電気モーターのみで走行することが可能で標準的なガソリンエンジンと比べて 消費量を最大40%削減することができる。この高効率パワートレインの CO2 排出量は1 5ー k m とこのカテゴリーでは欠失している。電気モードでは静寂を楽しめるほか充電のために停車することなく運転できる利便性も享受できる。ニューアルカナの E テクフルハイブリッド 145PS パワートレインには E セーブ機能が搭載されている。この機能は車両のセンタースクリーンにある車両設定、またはマルチセンス設定付きのバージョンでは走行モードから選択することができ、バッテリーの充電量を最低でも40%に保つことで、必要に応じて電気モードで走り続けたり、 急な上り坂でエンジンをアシストしたりするための余分なバックアップが得られる。楽しいドライビング体験。新型アルカナは、アライアンスが開発した CMF-B モジュラープラットフォームを採用している。このプラットフォームは、その効率性とドライビングプレジャー。卓越した多様途性、高性能なハンドリング。 優れた快適性が高く評価されている。安心感のあるロードホールド性に加え、ニューアルカナの後輪は、高速でカーブを曲がる際にも安定性を保つよう調整される。ギザギザの道でも横方向の動きは制限されている。正確でダイレクトなステアリングがシャシーのパフォーマンスを高め、短い遠赤間回転直径、 11.2メートルが俊敏性を高めている。